ンチさんとキャッチボール大三だ。どこに行ったんじゃないか。パスさん、はい、以前ですね、まあ、視聴者さんのリクエスト企画いらしていただいたんですけども、うん、あれでまた結構ですね、うん、あれを見てくださった方がちょっとこれもやってほしい、あれもちょっと話も聞きたいみたいなことがあ、いいね、いいね、ありましたね。このキャッチボールは嬉しいですよね。ありがたいでございますよね、うん、本当にね。ちょっと今日もですね、うん、ちょっと何個かご紹介させていただきたいと思います。はい、やっぱ最近なんかさ、はい、見てくれる人の回数も増えてきたね。増えてきましたですので、うん、いつか何万になりたいね。万になりたいですので、もう大変なことになっちゃいます、うん、まず一つ目がですね、うん、はい、パンチさんの焼肉のこだわり企画、うん、パンチさんの焼肉好きな部位や、はい、タレ、食べ方など、そしてですね、うん、プロ野球選手時代の焼肉話などあれば、うん、聞きたいですということで、これは NS さんからのリクエストでございます、はい、これはね、難しいね。あー、というのは、はい、いつも言うように、うん、ラーメン、うん、ワイン、はい、酒、うん、時計、はい、映画、うん、女男、うん、焼肉も、うん、好みだからね。あー、まあ確かに好みだからね。そうですね。でやっぱり、うん、食べ方って言ってもさ、うん、そのなんていうかな、日本はさ、うん、何でも道ってつけちゃうじゃん。野球うどん、確かに、とか茶道とかさ、焼肉もさ、うん、道にするやつがいるんだよ。焼肉うどんみたいな。もうさ、でもそれは間違いじゃないよ。まあほら、まず塩辛とかさ、はい、まあ、牛タン辛とかさ、うん、まあそれは、それぞれでいいんじゃないかな。ただ僕が言いたいことは、はい、2つ、はい、よくなんていうかな、うん、雑誌なんかでさ、うん、西麻布の隠れ家的な焼肉とか、はい、ありますよね。貴重な部位を使ったどうのこうので、うん、デートには持ってこいの、うん、お忍び的なって、はい、バカかって言うんだよ。そんな深夜にデートで焼肉なんてネクタイ締めながら食うかっていう、まあそうね、まずその意見が一つ。はい、あともう一つ、僕の理論的には、うん、焼肉はやっぱ昼だね。あ、昼ご飯と食べた方がね、美味しいんじゃないかなと思うね。夜ではなく昼なんでございますよね、うん。当時のオリックスの一番サード松永さんからの助言なんだけど、はい、あの人は焼肉屋さんに行くと、はい、まあ、乾杯って言ってビール一口しか飲まないで、うん、たくさんのご飯と焼肉とスープ飲んで、そして今度飲みに行くと、はい、もうピーナッツも食わないでただ飲んでるだけ、そこで言われたことは、パンチ、体を作るっていうのもプロのとしての仕事だぜ、はい、お前みたいに生ビール飲みながら米食わないで焼肉食べて、クラブではピーナッツチョコレート食いながら酒飲んでじゃダメだって言われてさ、うん、だからまあ今大体一般の方は昼に焼肉は食べれないと思いますけど、個人的に自分のお金で行くときは昼ご飯と焼肉は、で先輩なんか行くかって言われると、あいって夜行くと少ししか食べないね。この子のこだわりは、僕は、うん、そうこだわり、うん、そうですよね。まあ僕はもうやっぱりこうなんですか、こだわりっていうのもなんか、うん、ちょっとおかがわしいんですけども、焼肉、まあ、お肉焼いて、うん、タレをつけまして、うん、でご飯に1回ワンバウンドさせてから食べると。 あいいね。うん、ことはテンテンってね。あ、そうです、はい、結構コチュジャンもつけたりしてテンってやりながら、ご飯が赤くなってきて茶色くなってくる。それいいね。まあ食べ方としてはエチケット的にはさ、うん、汚らしく見えるかもしれないけど、うん、それがいいよ。あ、キムチもペッてね。あ、そうですね。でも自分好みのご飯になっちゃう。焼肉丼じゃないですか、うん、なんかね。そういう意味で言うと、うん、よく芸能人が行く焼肉屋さんなんか有名あるよね。あ、ありますもんね。それはないやん。高いよ。庶民的じゃない。僕が個人的に行くのは、はい、蒲田。JR 蒲田の駅前に焼肉ひろきってあるんですよ。ほう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 。和弘のひろ、弓辺にカタカナのむ、はい、あと白と書いてひろき。あ、ここはね、焼肉屋さんもあって中華料理屋さんもあって、ひろきビルって言ってさ、ひろきビル、後ろにはパチンコ屋さんがあってさ、パチンコひろき、その隣にはサウナも
広決まるからさ、うん、あのいろいろあるんですよね、うん、そこの焼肉屋さんによく行きます、はい、山形牛のいいやつもあれば、うん、リーズナブルのやつもあれば、うん、僕はね壺のジャンボハラミって言ってね、うわ、壺にねハラミがねベローンってでっかいのこのあベローンってこれぐらいの、はい、わ大きいですね、それをトングでピーってやって、うん、それで下から切る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 、ね、これ上から切るとバカだよベローンドーンと落ちちゃったいるのよ、おおちょっとドーン違う下から下から下からそして細かく切って、うん、ジャンボハラミこれをご飯と食べるね、わー夜はね、はい、京浜急行のね、うん、日の出町から徒歩5分、はいはいはい、文福っていうところ文福、うん、ほうほうほう、ここもおすすめだね、あ、うん、やっぱりあれだね、その友達、はい、ファミリーで、うん、ワイワイ行きたいっていうところはやっぱり あの夜行の高原さんだよ、ここがそこしかないよ、以前こうねお邪魔させていただいたところですね、うん、だってお米もいい米使ってるしね、美味しかったですよ、昼から食べれるしね、あー、そうですね、そしてリーズナブルだしね、うん、あそこホルモンうまいんだよ、いやーホルモン食べてくるんですよね、ちょっとこの YouTube はちょっと資金的なものがあれなのでね、カレーライスしちゃったら焼肉ぜひね裏事情が高原さんもおすすめね、うん、うん、美味しいですね、なんでもいいけど、うん、隠れ家的な焼肉ふざけんな今日はこれでゲームセット、君あんまり持ち帰っちゃダメだよ、川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってる、パワー全開で、ウノとパンチの今日もどこかでダイナマイ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。